公益財団法人日本文学振興会は11日第70回菊池博師賞にフィギュアスケート男子で2014年措置18年平昌五輪を連覇し7月にプロフィギュアスケーターに転向する意思を表明した羽生譲さん27らを選出したと発表した菊池博師賞は雑誌文芸春秋の創業者で 作家の菊池博士が日本文化に残した功績を記念する賞として、1952年に創設された賞。同振興会は、羽生結弦さんの受賞理由について、フィギュアスケートの男子シングルで五輪2大会連続金メダル、主要国際大会全制覇などの輝かしい記録を達成。 本年、プロ転向を宣言し、4回転ジャンプなど、さらに高いステージを目指して、挑戦を続けるとした。羽生結弦さんの他に、今回は作家の宮部みゆきさん、61、脚本家の三谷幸喜さん、61、品の毎日新聞社、五色、五つ色の、メビウス取材班、NHK 映像の正規バタフライエフェクトが受賞した。なんと本人のスピーチが来る。 羽生譲ー・が受賞の菊池博賞贈呈式は12月開催。日本文学振興会は昨日、優れた文化活動に贈る第70回菊池博賞にフィギュア五輪連覇の羽生譲を選んだと発表。例年贈呈式は12月上旬の東京都内のホテルで行われ、各受賞者はスピーチすることになっているのよ。 そして羽生結弦をサポートするアミノバイタルが公開練習シェアプラクティスで見つけた箇所は他にもなんと本人のスピーチが来る羽生結弦が受賞の菊池博士昭蔵定式は12月開催日本文学振興会は11日 優れた文化活動に贈る第70回菊池博史賞に脚本家の三谷幸喜さん、フィギュア五輪連覇の羽生結弦さん、作家の宮部美きさんらのほか長野県の地元市、品の毎日新聞社、五色のメビウス取材班などを選んだと発表した。賞金は各100万円。贈呈式は12月に招待制で行われる。 同賞は、文芸春秋創業者の菊池博氏が、日本文化の各方面に残した功績を記念するための賞として創設され、菊池博氏にとって、生前関係の深かった文学、演劇、映画、新聞、放送、雑誌、出版、および広く文化活動一般の分野において、その年度に最も精神かつ創造的な業績を挙げた人、 団体もしくは例年にわたり多大な貢献をした人、団体に贈られる、羽生結弦さんの受賞理由については、フィギュアスケートの男子シングルで五輪2大会連続金メダル、主要国際大会全制覇などの輝かしい記録を達成。本年、プロ転向を宣言し、4回転半ジャンプなど、さらに高いステージを目指して挑戦を続けるとした。 贈呈式が12月上旬に招待制で行われ例年東京都内のホテルで受賞者はそれぞれスピーチをすることになっているのよ。羽生結弦からどんなメッセージが聞けるのか今から楽しみだわ贈呈式が12月上旬に招待制で行われ例年東京都内のホテルで受賞者はそれぞれスピーチをすることになっているのよ。 羽生結弦るからどんなメッセージが聞けるのか今から楽しみだわ。美術展ナビからもお祝いのお言葉が。そしていよいよ明日発売に迫ったあえら羽生結弦る飛躍の原動力のパネル展が東京各書店でも続々とスタートしているわよ。木の国や新宿本店来た。私も後ほどパネル展を堪能してくるわ。三省道書店池袋本店でもパネル展がスタートしているわよ。 羽生譲らが菊池博師賞を受賞、輝かしい記録を達成。高いステージを目指して挑戦を続ける。日本文学振興会は11日、第70回菊池博師賞の選考顧問会の結果を発表し、フィギュアスケート男子の羽生譲うる27、劇作家、脚本家の三谷幸喜氏61、作家の宮部みゆき氏61らが選ばれた。 同賞は各方面で功績を挙げた個人や団体を表彰するもので、聖賞として置き時計、副賞として賞金100万円が贈られる。同振興会は、羽生結弦の受賞理由について、フィギュアスケートの男子シングルで五輪に大会連続金メダル、主要国際大会全制覇などの輝かしい記録を達成。本年、プロ転向を宣言し、4回転半ジャンプなど。 さらに高いステージをを目指しして挑戦を続けると説明した三谷氏は歴史劇や舞台テレビドラマ映画などさまざまな分野で優れた作品を生み出してきた点を評価宮部氏は物語の力によって老若男女問わず多くの人を魅了した点が決め手となった